はい、どうも、こんにちは。こんばんは、沖縄おばばでございます。はい、今日も夕方になってしまいましたね。早いですね。はい、えー、っとですね、皆さんね、まあ、雨降ってるんですけど、相変わらず。はい。えー、今日の最後の配信な、なんですけどね。えー、まあ、備蓄するものの中に、これもね、必ず入れてくださいねっていうものが一つございまして、えー、これね、エポックタイムズさんなんですけど、 今、アメリカで医薬品不足が深刻化しているようです。はい。奥中理がないってことですよね。えー、その数が、なんとね、えー、200種類以上ですね。232種類かな。なんかとんでもない数の医薬品が不足しているみたいで、これ場所にもよるとは思うんですけど、えー、とある地域では、あ なんていうのかな配給性になっているようです。はい、配給性です。まあ,あ、処方箋の薬なのでね、市販薬はどうなのかがわからないんですけど、とりあえず配給性になっているようです。日本もね、一時期ありましたよね。あの、風邪薬が不足しているとか、あと、まあね、咳止めも不足しているとか、あまあ、ちょっと前にありましたよね。 えー、まあもう風邪の季節じゃないんでね、解消はされていると思うんですけど、はい。まあ普段ね、飲むような、あまあ常備薬ですね。こちらの方も、まあ備蓄はしておいた方がいいよねってことですね。はい。えー、とんでもない事態になってるみたいです。はい。 えー、そういうことですね。まあ、うちでは、うちではね、あんまり私、あのー、鼻以外に、えー、具合が悪い人こってあんまないんですね。まあ、鼻炎はもうしょうがないんで、諦めてますんで、まあ、鼻炎くらいだったらね、別に、うーんって感じなんで、えー、いいんですけど、えー、まあ、あ、あとね、たまーにね、ええー、まあ、料理中にね、 えー、ちょっと切り傷とか作っちゃうことがあるんで、オロナインは買ってあります。はい、備蓄で。はい、えー、二瓶ほどね、はい、備蓄でオロナインは買っております。えー、まあ、こういったものもね、必要になってくると思いますよ。はい。あと、医療用のガーゼは、あとりあえず、備蓄しております。はい。えー、これもね、えー、二袋ぐらいね、えー、備蓄してますね。 えー、ほあのー、医療品とか医薬品ってね、えー、割と盲点なんですよ。なんで、普段、あの、使うようなお薬なんかは、まあ、お医者さんに行って、まあ、かかってる方はね、多めにもらってくると。まあ、あまあね、地震が最近多いんで、えー、万が一ね、地震が来たら怖いんで、えー、そういう時に、まあ、なんていうのかな。 ね、えー、対応できればいいんだけど、もしね、えー、まあ,あ、地震が来てね、ちょっと大きめの地震で、えー、まあ、薬局とかね、えー、まあ、病院が閉まってしまった時に困るんで、えー、ちょっと余分に処方していただけませんかって言えば、大体処方してくれると思います。はい。まあ、そういうので、まあ、対策するしかないでしょうね。 まあそういうことでございます。えー、私ほとんど薬っていうのは、まあ科学的な薬ほぼほぼ飲まないんで、えー、まあ漢方薬もほぼほぼ飲んでないですね、今ね。大、え、体、ー、いい薬膳で、えー、不調を治したりしてるんで、まあ,あそういう感じでございますね。えー、でもまああの、ビワ、ビワシロップは用意しております。はい、万が一のためにね。ビワシロップは用意しております。はい。まあこれね。 あれなんですけど、えー。まあそういうビワシロップとか、あとビワドロップですね。ビワのエキスのね、ドロップがあるんですけど、えー、まあこれは私は一応備蓄はしております。はい。必要だと思うものはね、やっぱり、あのー、こういったものもね、備蓄しとかないと、まあ万が一の時にね、えー、困ることになるかもし、ね、知れないんで、えー、備蓄は必要ですよね。はい。 そのように思っております。はい。えー、一応この記事貼っておきますね。エポックタイムズさんの記事。それからですね、今日、今朝の朝のコメントでね、えー、いくつかいただいたコメントがあって、これとんでもないことが起きてるなと思いました。はい。何がかというと、えー、まあ、木の国屋さんですね。 木の国屋さん。あの、木の国屋って二つあるんですよ、えー。スーパーマーケットの方と書店の方です、えー。これは書店ではなくてスーパーマーケットの木の国屋さんですね。そこで、えー、買い物をされている方があー、箱買いができなくなったと。箱買いできなくなったとコメントがございました。まあ、木の国屋ってスーパーなんですけど、まあ、高級スーパーなんですよ。 お醤油とかも、えー、地方の醸造のね、醸造、蔵元のお醤油で手作りで作ってるような、ちょっとね、あの、なんかガラスの瓶に入ってるようなね、えそういった、まあ、非常にいいものが置いてあります。はい。えー、普通のスーパーには売ってません、こういったものは。 まあ、成城石井に多少あるかなって感じなんですけど、成城石井よりもワンランクちょっと上です。紀ノ国屋の方が。昔ね、私、あの、関東に住んでた時なんですけど、たまにね、あのー、渋谷とかに出る時があるんですよ。で、えー、そういう時に、 えー、まあね、ここの、おまあスポンジケーキですね。非常に質が良かったんで、1000円ちょっとで無添加の非常に良い,いものが買えたんで、えー、ちょっとそれをね、買ったりとか、あとステーキ肉もね、えー、霜降りのね、非常に良い,いステーキ肉が、 100g1500 円ぐらいで買えました。その頃はね。今、多分もっと高いです。はい。今、多分倍以上するんじゃないんでしょうかね。えー、まあ、これ、あの、昔の話なんで、はい。えー、ご了承ください。そういう感じでね、あの、木の国屋さんって非常に、あの、より、えりすぐりのね、そういった、あ普通のスーパーでは買えないような、 あの、無添加のねえ、瓶に入ったお醤油、いわゆるね、あの、大手メーカーが作ったものではありません。はい。え、地方の多分聞いたことのないような醸造、醸造元が作ったような、非常に、あの、古式の、なんていうのかな、製法で作ったお醤油とか、みりんとかが置いてあったりするんですよ。まあ、そういう、そういったね、えー、ところなんですね。あと、輸入品は多かったですね。 輸入品は非常に多かったです。はい。木の国屋さん。えー、まぁ、あ、正常維新よりもちょっと値段お高めのものが置いてありました。はい。えー、まあ、そういう感じなんですけど、そこが箱買いがダメになったと。箱で買えなくなっちゃいましたよっていうコメントがあって、えぇ、ー、と思いました。木の国屋でそうなのって。 まあ、需要はね、一般大衆が相手じゃないんで、えー、まあ、そんなにあるっていうわけではないんですよね。あそこ、富裕層が行くスーパー、スーパーなんで、はい。富裕層専門だと思います。はい。そういったスーパーなんで、まあ、ああ、なんていうのかな。そんなにね、めちゃくちゃ需要があるっていうほどではないんですけど、 まあそこでも箱買いが難しくなっているというこの現状ですよね。まあね、驚きです、本当に。びっくりしました。いかに、あの、物流っていうかね、えー、まあ,あ、なんていうのかな、物がね、どんどんと減少してきているっていうことがよくわかるコメントだったんですよ。まさか木の国やでって思いましたね、私ね。 はい。えー、まあ、一般大衆向けの商品を置いてないんで、あそこはね、ほぼほぼ、非常に品質のいいものばかりを、やりすぎるよね、えー、置いているようなあお店だったんで、えー、びっくりしました、本当に。はい。えー、このコメントを見たときにはね。えー、まあ、そういうコメントがあったんで、とりあえず皆さんにご報告しておきたいと思います。で、えー、あとはですね、えー すごい品揃えのいいスーパーが、あご近所にある、ご近所かな隣町にある方なんですけど、えー、欲しいものが色々あって、まあ、あなんていうのかな普通のこう、イオンとかそういうところで扱ってないようなものでしょうね、きっとね。行ったんですけど、全く自分の欲しいものが何も置いていなかったということです。 そういったコメントがありました。これ物流の関係上なのか、それとももう入ってきてないのか、よくわかりません。全くなかったの、とのことです。1個とか2個欠品してるんじゃなくて、欲しいもの全部がなかったと。もう扱ってなかったと。まあ、いろいろ来てますね、これ。本当にいろいろ来てます。今、本当にね、欲しいもの今のうちに備蓄してください。 はい。よろしくお願いいたします。今のうちじゃないと、どん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 なくなっていきます。はい。まあ、医薬品からね、日用品、食べ物まで、えー、まあ、どん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 なくなっていくんですよ。なんで、今のうちにどうぞ、あのー、備蓄できる方はね、急いでやっちゃってください。はい。で、えー、まあ、備蓄がもう済んでる方は、もう、なんていうのかな。 あとはね、えー、まあ、私、私もそういう感じなんですけど、メインのものじゃなくてサブのものですね。はい、まあ、青汁とかね。はい、そういったものをね、えー、ちょっと足すぐらいでいいと思っております。はい、今日も朝からね、晩まで備蓄話なんですけど、まあ、本当に今、あのー、急を要する事態だと私は思っておりますので、えー、皆さんね、お付き合い、 くださいはいすいませんねはいまあ、そういうことでございますどんどんね市場からものが消えてっていますまさか正常石井まで正常石井じゃなくてまあキノクニアですねキノクニアスーパーまでそういうことになっているとはあ本当に驚きましたはい、えー、皆さん気を引き締めて備蓄いたしましょう それでは、あ今日も一日お付き合いいただき本当にありがとうございました。そしてまた明日も元気にね、えー、皆さんのお顔を見れるのを本当に楽しみにしております。心から感謝感謝でございます。はい。えー、今日の夕方のね、ティーでございますね。はい。今日のカップソーサーはフェリシモのね、えー、魔法部のスミレの花のね、はい。スミレのお花の カップソーサーでございます。はい。色がね、えー、とっても落ち着いていてね、かわいいですよね。はい。今日のお,お茶もお紅茶でございます。ただのお紅茶です。はい。それでは皆さん素敵なティータイムをお過ごしください。また明日おやすみなさい。沖縄おばばです。